はい、皆さんこんにちは、トンキチでございます。本日も速報でございます。日本通信とドコモの音声卸料金が合意に至りましたということで、今日もスライドベースでお話ししていきたいと思います。これによって MVNO 格安 SIM 各社は音声通話が値下がりする可能性が出てまいります。本日2021年2月の2日昼過ぎですが、日本通信のホームページにこのようなプレスリリース、ニュースリリースが掲載されました。内容がですね、総務大臣裁定に基づく音声卸料金に関するドコモとの合意のお知らせというものですね。個人的には来たーっていう感じでした。実際プレスの内容がこちらでございます。何が書かれているかというと、格安SIM会社は大手の MNO ドコモ au ソフトバンクですね、そこから回線を借りて通信事業を行っている形になっています。この時にかかる音声料金ですね、まあ、つまりは電話をする時にかかる料金がちょっと高すぎるんじゃないのっていうのでずっと協議をしてきたんですが、ようやくそれがね、無事にまとまりましたというのがプレスで発表されたということになります。はい、これを受けて本日2月の2日日本通信の株価このようになりました。じゃーんと1時過ぎですね、1時半ぐらいにこのプレスが出たんですが、その瞬間にゴーンと株価が上がりました。これは携帯会社の料金今後大きく激変するんじゃないかで期待の表れかもしれませんね。日本通信というとですね、皆さん記憶に新しいドコモのアハモの対抗プランをいち早く出した会社さんということになります。皆さん覚えてますかね。あまり知っている方も少ないということだったのでちょっと紹介なんですが、実は日本通信という会社は MVNO 格安 SIM の子さんであります。一番早い会社さんだったんじゃないかと思いますが、そういうところでもともと B モバイルという格安 SIM を展開していましたが、去年ぐらいから日本通信 SIM ブランドで格安 SIM の事業を行っています。これ見ていただくと見覚えある方もいるかもしれないんですけど、ドコモのアハモプランの対抗で合理的20ギガプランが出たり、ドコモ回線の MVNO として初めてのかけ放題プラン、合理的プランが出たり、あとはヘルスケアと共同して作ったダブルスマートプランと、非常に面白いプランばかりをね出してる会社なんで、僕は個人的には非常に好感を持っている会社さんです。はい、話を戻しまして、この音声卸売りのこれまでの経緯についてもちょっとお話しします。こちら LINE とか iMessage などのチャットの画面をイメージしてちょっと作ってみました。まあ、あくまでねやり取りをざっくり表したものになります。左側に日本通信がいますね。ここでですね、回線を借りている日本通信から電話料金ちょっと高すぎるから料金安くしてくれないっていう申し入れをドコモにしてました。でドコモの方はちょっとそこまでは下げられへんからちょっと待ってよってことでね、お互い協議をしてるっていう感じです。でこれがなかなか収拾がつかなくなって、2019年11月の15日に日本通信から総務大臣にじゃあ相談しますよということで、総務大臣の方に大臣裁定の申請というのを行っています。それを受けた総務省は検討委員会なんかを設けて、2020年6月30日に6ヶ月以内に原価ベースでの音声通話料金を設定しなさいよということをドコモに対して大臣裁定を下しています。実際の裁定文書がこちらですね、総務省から出された内容ということになります。ざっくり書かれている内容を言うと、日本通信からドコモに対して音声卸料金高すぎるんでちょっとなんとかしてくださいねということが書かれているようです。この裁定が下ると何が起こるのかというとですね、この裁定を出した日から6ヶ月以内に総務大臣が言った内容に従わなければいけないというふうになっています。今回議論になっている音声通話に関しては大臣裁定が出た日まで遡ってこの卸料金を適用することができるということになるので、先ほど見ていただいたこの、ね、6月30日に遡って日本通信は音声通話の料金を安く購入することができるということになります。ではこの遡って卸料金を適用できるということを受けて日本通信どう出たかというと、こう出ました。はい、音声卸料金値下がりを見越したプランとして先ほどご紹介した合理的プランなどを発表したんですね。そのうち音声の料金もまとまるだろうということを見越して、まあ言ってしまえば自腹を切ったわけですね。将来的にドコモが安い料金で音声を卸してくれればちゃんと生産が取れるところは維持しながらこういう料金を作ったという形になっておりました。はい、そういう中ですね、期日の6ヶ月来た時これが出てしまいました。じゃんと協議不調のお知らせということで、ドコモと日本通信と協議したんですが、履行日であった2020年の12月29日までに日本通信が思っている最低限必要な利益を加算した料金と、ドコモ側が考える最低限利益を考慮した卸料金というのが合わなかった、つまり協議が不調に終わりましたよというような内容が2020年の12月の29日、昨年の年末ですね、出てまいりました。これはね、僕も正直びっくりしました。年末のほぼほぼ最後でしたからね、かなり驚きました。こういう状況で日本通信どうするかというと、誠に遺憾なんですが、今後については総務省と相談しながら進めてまいりますということで、この後どうなるのかというのは未知でした。
そうなると皆さん考えるのはこちらですね、日本通信大丈夫なんていうこと。自腹切って先行的にその料金を想定してやってるけど資金源続くんやろかみたいなね。そもそも合理的プランなんか非常に料金魅力的なんだけど将来的になくなっちゃうんじゃないのなんて不安があったりする方もいらっしゃったようで、僕のところの YouTube にもコメントがたくさん寄せられていたような状況です。しかしながら今回このようにドコモとの合意のお知らせが出たということで、はい、皆さん大丈夫です。安心して日本通信のプラン契約していただけますよということになりました。現在、日本通信が出しているこのドコモへの対抗プラン、1980円というのは20ギガプランの中でも、個人的にはね、非常にいいプランだと思っています。特にね、音声の通話もパケットも規定量を超えても非常に安い値段で追加できる。そして基本料金が安いというところ、非常に魅力的なプランだと思っておりますので、皆さんもぜひ興味がある方は詳細を見てみてください。はい、現在非常に激戦区になっている各社の20ギガプランの状況でございます。ドコモ、au、ソフトバンク、そして楽天で日本通信にマイネオですね、20ギガプランで揃えています。日本通信は今年の3月から20ギガにアップするという形になりますが、横でこうずらーっと見ていただくと非常に価格的には優位性が高いと言っていいと思います。楽天と価格は一緒なんですが、現在エリア的に不安を抱える楽天よりはドコモ回線を使っている日本通信非常に優位かなとは思います。 5G が使えないとか、規定容量を超えた後の通信速度が遅くなるとかね、あとは節約スイッチがないとかっていうデメリットもありますが、非常に良プランだと思います。そんな感じでね、身を削りながら戦っている日本通信、個人的には応援したいなと思っております。はい、で今回このドコモと音声卸料金合意でどうなるのかということなんですが、日本通信が申請してドコモとの音声通話の卸料金が安くなるということなんですが、日本通信に関わらず MVNO 格安 SIM 会社が MNO に支払うお金が安くなるということが想定されます。なのでそれを受けて音声通話30秒あたり20円というのがさらに安くなる可能性が出てきます。そうするとどうなるかというと MVNO の安い料金プランが今後さらに出てくるということになります。非常に悩ましい。そんな感じにはなりますが、今後MVNO を含めた料金改変が進むと予想されます。これによってね、料金戦争さらなる激化の予感でございます。非常にね、悩ましい点もあるかなと思うんですけど、今後日本通信の動きも含めてにはなりますけど、非常にですね、今後の携帯の動き楽しみになってきたなというところでございます。はい、ということで今日はですね、日本通信とドコモの音声卸料金が合意に至りましたよという内容でお話しさせていただきました。今日の内容がですね、ちょっとでも役に立ったなという方がいれば、ぜひいいね評価、あとチャンネル登録していただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。